カウアイ島は、ハワイ諸島中最北端の島。ナパリ海岸ハワイを代表する鳥、ベニハワイ密水ハワイ諸島の最北端に位置。ほぼ円形の島で、直径約5 0トル、面積は1430.4平方キロメートル。火山活動によって形成された島であり、その形成時期はハワイ4島の中では、最も古いとされ。 約500万から600万年前に海面に姿を現した。一時期はニーハウ島と地続きになっていたと考えられている。中央にそびえるワイアレアレサ山の影響により、太平洋上からの貿易風が遮られるため、島東部と島西部で極端に気象状況が変化する。西側のケカ派では、年間降雨量は300ミリメートルに満たないのに対し、 リフへの年間降雨量は1755ミ、mm、リメートルである。また山頂付近では高度と気温の関係から年間12000万ミリメートルもの降雨量を記録する。豊富な香水などによる侵食作用がワイメア渓谷、ナパリコーストといった独特の景観を形成した。山林地帯は極めて植生豊かで特に荒返し地帯ではハワイ密水類などの貴重な鳥や この島独自の2500種もの植物が生息している。1778年、ハワイ諸島に到達した最初のヨーロッパ人となったジェームズ・クックが最初に上陸したのはカウアイ島南西部のワイメアであった。また、そこのワイメア川向かいにはカウアイ島最後の王、カウムアリーがロシア帝国のロベー会社へ建設させたエリザベス要塞がある。島東部にあるニニニミサキには 高さ86フィートの22灯台があり、ナウィリウィリワンを見渡すことができる。現地島民は、かわいと発音している。ハワイ王国家では、脈談、19世紀は、サトウキビの生産と生糖が主要産業であり、カウアイ島でも、コロアの後に大規模な生糖工場が建設されたが、20世紀に入り次第に、コーヒー産業への農地転換が行われ、作付け面積、 収穫校の両面においてハワイ州最大を誇る。また、タロイモも盛んに作られている。観光業はオアフ島、マウイ島に次ぐ来島者数を誇っていたが、1992年9月のハリケーン・イニキの影響により、ハワイ島にその数を抜かれている。テスラ社は2017年3月8日水曜日、ソーラーパネルと大規模な蓄電装置を使いハワイの カウアイ島に電力を供給すると発表した。13メガワットの発電能力を有する5万4978枚のソーラーパネルで構成され、年間約160万ガロンもの化石燃料の節約が見込めると試算している。ウィキトラベルにはカウアイ島に関する旅行ガイドがあります。ありがとうございます。